大丈夫だった？嬉しい。嬉しい。
かった。
大丈夫だった？一体何なの？ここは。さすが我が花嫁、自ら懇儀の場に足を運ぶとは。レナ、仕方がないな。あれほど逃げられないと言っておいたのに。アレン、どうしちゃったの？以前のあなたはこんな人じゃなかった。そうだね、僕は変わったんだ。この石の力を得て。もういいじゃないか。さあ、儀式を始めようか。レナ！それ以上近づかないでもらおうか。お前がアレンか！自分が何をしてるのか分かっているのか！早くレナを離すんだ！嫌だね。今は神聖な懇儀の最中なんだ。これから僕らは一つになる。邪魔をしないでもらおう。さあ、レナ。いや、クロードさん、助けて！やめろ！一方だけが望む懇儀などありえない！一方だけ？それは間違いだ。僕らは愛し合っている。愛し合ってるんだ。愛して。アレン、愛して。まずい。クロードさん、手強そうね。まずい、敵だ。くれ、よくてないから。くれ、どうぞ。気をつけてね。くれ、くれ、くれ。えい、へい、はあ、へい、や、えい。
大丈夫かい？はい。レナ、彼は一体？わかりません。アーリアに来た時から何かに取り憑かれているみたいでした。しかし人間があんな姿になるなんて、どういうことなんだ？優しい人だったんです。レナ、一体どうして？アレン、まだ息がある。うわ、レナ、どうして君が？アレン、元に戻ったのね。何のことだい？なんだか頭が痛いんだ。ぼーっとする。それになんだか長い夢を見ていたみたいだ。どうやらあの石が全ての元凶だったみたいだね。石がなくなったせいで元に戻ったんだ。でもよかった。とりあえず屋敷に戻ろう。話はそれからだ。僕がそんなことを？そうよ、大変だったんだから。ダメだ、全然思い出せないよ。僕があんな祭壇をボスマンさんに作らせていたんですよね。そうなんだ。2週間ぐらい前かな、依頼を受けたのは。今考えてみると、その時からもうアレン君は変だった。なんだか上の空というか。おそらくあの石のせいでしょう。あの石から発せられる何らかの力によっておかしくなったんだ。確かにそうなのかもしれない。あの石を初めて見た時、なんだか妙に気分が高ぶる気がした。自分のすることに間違いがあるはずがない、そんな感じで心が満たされて。その後のことはよく覚えてないけど、その瞬間だけははっきりと覚えてる。アレン、レナ、すまなかった。いくら意識がなかったとはいえ、君にはひどいことをしてしまった。いいの、元のアレンに戻ったんだし、あんまり気にしないで。ありがとう。
レナ、そろそろアーリアに帰ろう。お母さんも心配しているよ。はい。僕はサルバのみんなに説明をしなきゃな。分かってもらえるかは分からないけど。改めてお礼を申し上げなければなりませんな。一度ならず二度までもレナを助けていただいて。いや、お礼を言われるほどのことではありませんよ。結局今回の事件は何だったのでしょうな。本当にサルバ坑道の奥で発見された石のせいなのか。そうとしか考えられません。石が壊れてなくなった途端、アレン君が元に戻ったんですから。おかしくなって魔物になる。まるでソーサリーグローブみたいな石ですね。確かにそうじゃな。もしかしたら何らかの関係があるやもしれん。ソーサリーグローブか。ちょっとそんな気がしただけです。あまり気にしないでください。しかしあの後サルバでは大騒ぎだったようです。アレンのこともそうですが、勇者のことも。すみません、注意されていたのに。いや、責めているのではありません。あなたはレナを助けるために一生懸命だったのでしょう。ただ隠すにはあまりにも広まってしまった。そうですか。クロードさん、ソーサリーグローブを調べに行ってはいただけませんか。非常に身勝手な願いであることは分かっています。ただやはりあなたしかいないと思うのです。アレンのこととも無関係ではない気がします。アレンを救えたあなたならば。クロードさん。わかりました。やってみましょう。それでは。前にも言いましたが、僕は勇者ではありません。世界を救えるなんて大それたことは考えていませんよ。ただソーサリーグローブを調べることで僕に有益な情報が手に入るかもしれない。自分の利益とみんなの利益が一致するならやってみてもいいかな、そう思っただけです。ありがとうございます、クロードさん。我々もできる限りお手伝いいたします。はい、どこまでできるかは分かりませんが。クロードさん、私を連れて行ってくれませんか。レナ。今村長様が言いましたよね。私もお手伝いしたいんです。でもレナ、危険だよ。それは分かっているつもりです。でも私も全く役に立たないことはないと思うんです。クロードさんはこの大陸のことよく知りませんよね。案内役は必要だと思います。私の力役に立ちませんか。そんなことはないけど、でも村長様も何か言ってやってください。
や、クロードさん。レナの望み通り、連れて行ってやってはもらえませんか。村長様。レナはきっとあなたの旅の役に立つでしょう。どうかお願いします。わかりました。でもお母さんの了解を得てからだよ、レナ。そうじゃなければ連れていかないからね。はい、わかっています。ではまずクロスに行くとよろしいでしょう。あそこは大きい町です。何か手がかりも見つかるでしょう。最近は随分冷え込むようになったわい。レナ、気をつけて帰るんじゃぞ。大丈夫ですよ。私の家はすぐそこなんだから。迷惑でしたか？一緒に行くって言って。いや、そんなことはないよ。私、え、なんじゃ、まだ帰っておらんかったのか、レナ。おやすみなさい。お帰りなさい、レナ。ただいま。あのね、お母さん。ん？何？クロードさん、ソーサリーグローブを調べに行ってくれるって。あら、本当に？うん、それでね、私もクロードさんと一緒に行こうと思うの。レナ、そんな、なんで？いくらクロードさんでもたった一人じゃ大変だと思うの。土地勘だってないんだし。でも、レナ。ううん、違うの、お母さん。私ね、本当は。夜分遅くすまない。ウェスタヤ、ちょっといいかの。はい。私ちょっと外の空気を吸ってくる。ダメだ、やっぱり。
距離が離れすぎてるんだろうな。クソ。クロードさん、眠れないんですか？ルナ、いや、まあね。君こそどうしたんだい？私が行くって言ったら、お母さんすごく驚いてました。そうだろうね。ダメだって？何も言いませんでした。でもしばらくしたら村長様が来て。そう。クロードさん、私あなたと一緒に行きたいのには訳があるんです。訳？どういうことだ？私のお母さん、本当のお母さんじゃないんです。お母さんも村長様も私が知らないと思ってるみたいですけど、前に二人が話しているのを聞いたことがあるから。そうなんだ。本当のお母さんを探したいのかい？わかりません。手がかりはこのペンダントだけですし。でもこのペンダントを持たせてくれたということは、私を産んでくれた人は少なくとも私を愛してくれていたと思うんです。今のお母さんはどうなるんだ？君を愛して慈しみ育ててくれたウェスターお母さんの気持ちは？私、お母さんのこと大好き。私のお母さんはたった一人、ウエスタお母さんだけです。だったらなぜ？私が何者なのか、それが知りたいんです。どこで生まれ、どうしてシンゴの森にいたのか、なぜ不思議な力を持っているのか。そして私を産んでくれた人はどうしているのか、それを知りたいんです。私はあなたと行きます。ここを離れるためではなく、再び戻ってくるために。もう夜も遅いですね。変な話をしてすみませんでした。いや、おやすみなさい。クロードさん、レナのことよろしくお願いします。はい。道中気をつけるんじゃぞ。大丈夫です、クロードさんが一緒なんだから。そうじゃな、レナ。お母さん心配しないで、私は必ず戻ってくるから。ただいまを言うために行ってきますを言うの。ええ、そうね。レナお姉ちゃん、早く帰ってきてね。ありがとうルシオ、いい子にしてるのよ。うん。ほら、クロードさんが待ちくたびれておるぞ。早めにクロスについておきたいんじゃろ。もう行かないとな。クロス城のクロス王に会えばいいんですよね。そうです。
私の紹介状を見せれば信用してもらえるでしょう。最新の情報も手に入ると思います。大丈夫、クロスの王様なら私も知ってますから。行こう、レナ。行ってきます、お母さん。行ってらっしゃい、レナ。辛かったらいつでも戻ってきていいのよ。ここがあなたの家なんですから。うん、クロードさん、よろしくお願いします。はい。
後ろ。体が。